尾見川町は千葉県香取郡に存在した町。関東平野に位置し、中心部は低地である。西部と東部に丘陵が見られる。古代、尾見川の大部分は海であり、陸地部には縄文人が住み着いていた。そのため現在でもその地域には貝塚が多数存在している。白井、頭台、木内、内屋、吉文等。四から六世紀には日本の多地区と、 同様、尾み川でも古墳が作られた。百基ほど見つかっており、代表例として三の文明大塚山古墳や城山の古墳群が挙げられる。鎌倉時代に入ると、千葉市の勢力が強まり、その一族である相原朝秀が尾み川城を築いた。一方で、西地区の一部は、香取神宮が領有を主張していた。相原氏はその後も、源氏、足利氏、 北条氏と密接に関わり地域を支配していた。しかし、やがて、千葉氏の勢力が衰え、天文21年に、正木と木持により尾見川城が攻略されると、愛派らしい地族は離散した。また、香取神宮も、天正19年の大公検地によって、多くの車両を失い、折旗は普通の存落になった。文禄3年、松平家忠が尾見川に封ぜられた。これが、 尾み川藩の始まりである。続いて、土井都市安藤重信が風ぜられ、その後天領などを経て、慶安2年、内田信の森正信の領するところとなり、以降幕末まで、内田氏による統治が続いた。また、この頃から利根川当選事業により、東北地方の米や、銚子の醤油などが、利根川を経由して、江戸に運ばれるようになった。これにより沢原などは、 その中継地として栄えたが、尾見川もまたその恩恵を受けた。明治時代の廃藩地県により、尾見川地区のうち打ち出しの支配地は、尾見川県、それ以外の土地は、宮谷県となったがその後どちらも千葉県に編入され、明治22年の町村政志向に伴い、香取郡尾見川町、豊浦村、森山村、上里村、吉文村が成立。 昭和の大合併でこれら一丁四、村が合併し、新しいお身川町が誕生した。ありがとうございます。